ドリブルだけで日本を魅了する。ファンタジスタ、三マ3月24日、キリンチャレンジカップでウルグアイ代表と対戦したサムライブルー。前半2分、自陣でボールを持った三マは力強いドリブルで一気に駆け上がり、敵陣ペナルティーエリア内まで持ち込んだ。立ち上がり早々の三マのドリブルに、会場では大歓声が響き渡った。また、元日本代表の松木安太郎氏は、 これを見たくてスタジアムに足を運んでいるサポーターの方もいると観客の気持ちを代弁した。ネット上では。三マが持った瞬間の歓声よ。三マが持つだけでめちゃワクワクするね。完全にファンタジスタやな。一人でサッカーしてる。ボール持った時の歓声がすごいワクワクすっぞ。朝の決めてくれよ。 本間戦術兵器。三と間に渡ると雰囲気変わるな。ドリブルマジで異次元やな笑い。完全に日本代表の中心。